はい、こんにちは。では数学の授業始めるよ。でね、今日もね、島田先生に来てもらってるんだ。はい、こんにちは。よろしくお願いします。はい、今日はね、平方根ということで、またね、新しい単元に進むからね、しっかり聞いて、平方根得意になろうね。じゃあね、早速説明していくね。ここ読んでね、 x の2乗イコール a であるとき、 x を a の平方根という、文字だけで書いちゃね、何のことだかちょっと分かりにくいんだけど、例えばね、どうしようかな。例えば、9っていう数字がある。9ってさ、何の2乗かって言ったら、3の2乗だよね。9っていうのは3の2乗だよね。で、9の平方根は何かって言ったら、この3なんだよ。これが平方根。9の平方根は何ですか ?3。ただね、答えは3って書いたら×になる。なんでかって言ったら、次読んでみるね。正の数の平方根は絶対値が等しく、符号が異なる2つがあると。絶対値とか、以前やったけど覚えてるかな。要はね、符号なくしたやつが絶対値。で、絶対値が同じで符号が異なる。つまり、プラスとマイナスの2つがありますよってことね。だから、例として25の平方根は何ですかと。それは5とマイナス5だよと。で、まとめてプラスマイナス5と書きますよって書いてある通り、これね、9の平方根は何ですかって問題があって、3って書いたら×なんだよ。だってさ、マイナス3を2乗しても9になるでしょ。これわかるかな。だから、3もそうだけど、マイナス3も答えにならなきゃいけない。だからね、9の平方根は何ですかって問題が出たら、答えはプラスマイナス3というふうに書く。いいかな。だからね、平方根って言葉が出たらね、プラスマイナス両方あるんだよって、これね、ちゃんと認識しておこうね。平方根ってきたら、プラスマイナス両方忘れちゃいけないよっていうことね。じゃあ次いくね。2つの平方根のうち、正の方をルート a、これね、ルートって言うからね、ルート。で、負の方をマイナスルート a というように書きますと。で、この記号ね、これを、日本語で言えばね、ルートって読むんだけど、日本語で読めば、混合というふうに言います。いいかな。で、このルートなんだけど、これね、プラス、ルートって書いてあるね、プラスっていう。これはね、約束事なんだけどね。ルートはプラスなんだよ。だから、平方根で表せてきたら、さっきみたいにプラスマイナスがあるんだけど、混合をつけて表せてきたら、実はこれね、もうプラス。これはね、プラスの意味ね。だから、マイナスの場合は、手前にね、マイナスってつけなきゃいけないからね。いいかな。というふうになると。じゃあ、問題ね。次の数の平方根をかけ、さっき言ったように平方根はプラスマイナス両方あるから注意ね。じゃあ1番からどうしようかな、6番までいっとこうか。で、ちなみにだけどヒントね、1番、2番、3番は今まで習った数字で表すことができる。でも4番、5番、6番に関してはこのね、今やったルート、これで表すことになるからね。じゃあ1番から6番までね、ちょっと映像一旦停止して始めてみるか。では、スタート。はい、じゃあ1番から答え合わせするよ。まず16、何を2乗したら16になるかなっていうのを考えるんだよね。じゃあ島田先生、16は何を2乗したら16になる？4だよね。だから答えは4かなと思ったら、プラスマイナスいるからね、答えはプラスマイナス4だよということね。じゃあ次2番、9分の1、ちょっとね、分数だからややこしいよね。でもね、下と上バラバラに考えたらいいしね。まず下の9、9は何を2乗したら9になるか、3だよね。だから分母はまず3だよと。で、分子は1というのは1を2乗だよね。で、忘れちゃいけないのがプラスマイナス。
答えはプラスマイナス3分の1ね。じゃあ次3番、小数、さらにもっと難しいかな。 0.25 は何を2乗したら 0.25 か。同じものを2回かけて 0.25 になるのは 何かなと。まあヒントはね、25だったら何を2乗したらいいかなというのがヒントかな。じゃあ篠田先生、 0.25 はこれ何を2乗してる？これは 0.5。 0.5 だよね。だからプラスマイナス 0.5 が答えになる。じゃあ次4番、これさっき言ったようにルートを使ったらす。5というのは何を2乗したものか、ルート5ね。だから答えはプラスマイナスルート5みたいな感じかな。で次11も同じだから、プラスマイナスルートの11だね。で最後6番、 0.1。 これね、間違えてね 0.1 とか 0.01 とかね、そういうふうに書いちゃう人いるんだけど、 0.1 で2乗したら 0.01 になるしね、 0.01 は2乗したらもっとね小数で長く続くから。だから 0.1 は何かね、数字を2乗してなる、ね、小数とかじゃ表せられない。だから答えはプラスマイナスルートの 0.1 ね、になるからね。いいかな。じゃあ次行こうか。はい、ではね、次ね、次の数を混合を使わずに表せ。混合っていうのはさっき言ったようにルートね、このルートのマークを使わずに表せということで、要は何をこれ2乗してるのかなって分かるよね。1番、2番、マイナスついてるよね。3番、4番、5番、6番。この辺に、ね、2乗になってるけど、この辺が分かるかな。まあまあ、計算してみたら分かるかな。ちょっとやってみようか。ではね、9番まで、ちょっとね、映像を一旦停止で始めてみようか。では、始めてください。はい。ではね、答え合わせていくよ。まずね、ルートの49。これは何を2乗したら49になるかってことなんだけど、志和先生、これはいくつになる？ 7。 7だよね。で、7なんだけど、ここね、さっきと何かが違うんだけど、さっきは平方根を表せだよね。今度は根を使わずに表せ。さっき言ったようにルートっていうのはこれプラス、あのルールでね、マイナス含まないんだよ。だから49の平方根を表せって問題だと答えはプラスマイナス7になるけど、ルート49を、まあ、根を使わずに表せなんて問題だと実はね、マイナスはいらないんだよね。7だけでいいの。答え7だけね、プラスマイナスはいらないからね。じゃあね、2番、ルート121。121は何を2乗したものか、これパッとわかるかな。まあ、10を2乗したら100、10×10 は100だよね。それよりももうちょっと大きいもの、これ実は答え言おうか、11ね。11を2乗したら121になる。11ね。じゃあ3番、これね、手前にマイナスがついてるからマイナス。で36は何を2乗したものかといえば6だよね。だからこれはさっきみたいにプラスじゃなくて答えはマイナス6ね。次4番、小数だからややこしいよね。 0.04、 これは何を2乗したものか。じゃあ島田先生、何分なる？0.2。 0.2 だよね。答えは 0.2 いいかな。もし分からなかったら、まあ、0.2×0.2 してみたら 0.04 になると思うからね。じゃあ次5番、これね、中に2乗ってあるんだけど、まあ計算してもいいよ。ルート15の2乗だから、15を2乗したら、225になるのかな。ルート225で、じゃあルート225って225って何を2乗したものかなって、さっき15を2乗したよね。だから5番ね、答え15、これルートと2乗があったら、もう元に戻る。ルート15ね。答えは15になる。わかるよね。2乗したものをルートで囲んでるんだから、元に戻るよね。15。
じゃあ6番、これも同じなんだけどちょっと符号注意ね。まずマイナス4を2乗、ちょっと直そうか、ややこしいからね。マイナスルートのマイナス4の2乗をするとこれプラスになるよね。だから中は16になると。わかるよね、マイナス4を2乗すると16ね。じゃあこれいくつかってしたらマイナス4、マイナスつくからね、マイナス4ね。じゃあ次7番、これもねさっきと同じ、ただ違うのはルートの外側に2乗がある、ただそれだけね。これってどういうことかといえばルート12かけるルート12、うん、で、まあ、答えさっき言おうか、答えはこれも同じように外れて12だけになる、うん、でどう言えばいいかな、まあ、ルート12っていうのは何かを2乗して12になるものがルート12だよね。それを全体を2乗してるんだから結局ねこっちと同じなんだよ。2乗とルートって打ち消し合いされる。だからルートの2乗はもうルートが消えるって覚えておいたっけ。12ね。じゃあ8番、これも同じね。ルートの2乗だからルートが消える、だから9になるんだよと。じゃあこのマイナスはどうなるのっていうことなんだけど、マイナスも2乗してるよねということはプラスだ、だから答えは9ね。じゃあ、9番ね。この場合さっきと違うのは括弧のこれね内側にマイナスあったんだけど、こっちは括弧の外にマイナスがあると、このマイナスは2乗されないんだよね。だから答えはマイナスがつく。で、ルート8の2乗だから8。ということで答えはマイナス8になる。いいかな、ここまで。じゃあね、次いくね。ではね、まず説明。A とか B が正の数、プラスの数ね。で、A 小なり B であるならば、ルート A も小なりルート B になる。ルートがついても不等号の向きは変わらないよっていうことね。これをちょっとね頭に入れて次の問い答えていこうか。次の各組の数の大小を不等号を使って表せ。1番から6番までちょっとね考えていこうか。これでねこれがヒントだからね。1番とかすぐ分かるよね。で、さっき言っとこうか。4番みたいにね整数がある場合じゃあどうしたらいいのっていうことなんだけど、さっき言うね、8を直したのに、8というのはルートで囲んだらいくつなんだと。わかるかな？ルートで囲んだら64になるのわかる？ルート64は8でしょ？8で2乗したら64。じゃあルート64とルート62どっちが大きいかなってわかるよね。だからこういう数字は同じくルートで囲んじゃえばいいから。じゃあね、1番から6番まであるから、これをね、ちょっとやってみようか。では映像を一旦停止して始めてください。はい。では見てみね。不等号を使ったら合わせだからね、まず1番から。ルート5とルート8、どっちが大きいかな？これは簡単だよね。5と8を比べたいんだから、こうだね。じゃあ次、2番。これも同じ。ルート26とルート24。26と24、どっちが大きいのかな？ 26 だよね。こうね。で、次3番。今度マイナスついてる。マイナスルート12とマイナスルート15。まあ、マイナス12とマイナス15で考えたらいいよ。マイナス12かマイナス15どっち大きいかなって、数字がちっちゃい方が大きいよね、数は。だからこっちだね、12の方が大きくなる。じゃあ次ね、4番、これもね64と62でやったらいいから。ただね、答え書くときはルート64で書かずに問題文中に書いてある8で書いてね。8とルート62で、まあ64と62なんだから64の方が大きいよね。だからこうだ。
じゃあ次これね、マイナス5、これも直そうか、マイナス5ね。これはいくつになるか、ルートつけたらね、いくつになるか。で、しわ先生、マイナス5はルートつけたらいくつになる？ルート25。マイナスのルートの25だね。うん、すると30、マイナス30とマイナス25を比べればいいと。だから、まあ、あの答え書くときはマイナス5で書いてね。マイナス30とマイナス25を比べたら、マイナス25の数は大きい。だから、こうね、右が大きくなる。で、次ね、0.4 と 0.、ルート 0.4 ね。これもね、同じように、0.4 というのは、ルートで囲んだら、0.4 を2乗したらいいと。そしたら、0.16 になるのと。すると、0.16 と 0.4 を比べたらいい。どっちが大きいかといえば、0.4 が大きいよね。だから、右が大きくなる。こういう感じかな。いいかな、できたかな。じゃあね、次ね、次の角球の数を小さい方から順に並べよう。1番と2番、やり方は上と同じ。じゃあ、この2問もね、一旦停止してやってみようか。では、始めてください。はい、できたかな。じゃあ、1番から見ていこう。ルート、ルートって囲んでるから、4もね、ちょっとね、ルートに直そうか。ちょっとこっちに囲むね。じゃあ、島先生、4っていうのは、ルートで言ったら、ルートいくつになる？ルート16。16だよね。だから、15、16、13、これを小さいものから書けばいい。ということは、答えは、13からだな。13で、次が15。13、14で、これだね。これは答えが4ね。こういう順番に並べたらいいと。まあ、不等号でこういうふうに書いてもいいしね。じゃあ次、括弧の2番。マイナスルート6に0に、マイナスルート8、マイナス2、マイナス3ってある。だから、まあ、2と3をルートにしようか。じゃあ、すみません、まず、このマイナス2、これはマイナスルート何個になる？ルート4。ルート4。で、これはマイナスルート3、あ、マイナス3はマイナス？マイナスルート9。ルート9だね。すると、まあ、0は置いといて、6、8、4、9だ。一番、小さい方から並べるってことは、マイナスの場合は数字が大きい方だよね。これか、9が一番大きいね。だから、一番小さいのはマイナスの3。で、その次に数字が大きいのが8。だから、これが2番目に小さいもの。だよね。マイナスルート8。で、その次が、これか、6か。マイナスルート6。で、その次が、これだね、マイナス2。で、0っていうのは、一番この中では大きいと。1、2、3、4、5ね。1、2、3、4、5ね。答えはこうなる。できたかな。こういうふうになるしね。じゃあね、次いくね。はい、ではね、次ね、問題読むと。A を自然数とするとき、次の式に当てはまる A の値をすべて求めよう。こういう問題ね。で、これどういうふうにやるかといえば、まあ、さっきと同じなんだけどね。2とか3を、まず、ルートで囲むといくつになるか。2というのはルート4だし、3というのはルート9だよと。じゃあ、A に入るのは、4以上を9かだ。すべて求めようって書いてあるんだから、答えは、4、5、6、1、8、9ね。これが答えになる。下にね、イコールもあるから、これはね、4とか9は含むからね。
A は4、5、6、7、8、9番。こういうふうにやっていく。いいかな。じゃあね、2番、ちょっとね、結構計算ややこしいんだけど、2番、3番は、まあ、3番、4番、ここもちょっと説明しようか。まずね、ルート18なんだけど、次の問題とね、ちょっと重なるんだけど、ルート18というのは、これね、いくつからいくつの間、要は整数部分を出せみたいな感じなんだけど、ルート18って、そうだな、例えば2というのはルート4でしょ、で3というのはルート9だよと、4はルート16で、5はルート25だと。ルート18ってどこに入るかって言ったら、この間なんだよね。16から25の間。ということは、これって4と5の間なんだよと。つまり 4.何々みたいな数字なんだよと。というように考えると、A はいくつかって言えば、1、2、3、4。いいな。でね。A ね、これね、自然数って書いてあるから、1よりか上ね、1よりか上、1、2、3、4が答えになる。わかるかな ?5 になると、ここの間にあるからね、ちょっと超えちゃうから、1、2、3が答えになる。こういうふうにね、考えていくといいかな。じゃあね、2番と4番。でね、これ今説明したから、下のね、整数部分を答えなさい。1、2、3。これもできるはず。じゃあね、残りの問題すべてね、一旦停止してやっていこうか。ではね、始めてください。じゃあ見ていこう。まず2番からね。これね、ちょっと計算ややこしいんだけど、1.5 というのは、ルートで囲んだらいくつになるかね。1.5×1.5 は何個か。これ合ってるかな ?2.25。合ってるかな ?1.5×1.5 は 2.25 かな。で、あとね、2.5、これも計算ややこしいよね。2.5×2.5 はいくつか。6.25 かな。合ってるかな。というふうになる。だから、2.25 よりか以上で、6.25 以下の数が A だ。ということで、答えは3456だね。3456。が答えになる。でね、次、4番。3から3よりか大きくて、ルート40よりか小さい A の数ね。この場合ね、こっちのね、ルート40を直す。ルート40というのは、整数部分がいくつになるかだよね。で、さっきみたいにやったらね、まあ5の時ルート25だよね。6の時は、ルート36。7の時は、ルート49になるから、この間だなと。つまり、ルート40というのは、まあ、要は 6.、なんとかなんとかなんとかみたいな数字なんだよということがわかる。だから、3よりか大きくて、6.何々よりも小さいものってなんだと。ちなみにこれ、イコールないからね、3は入らない。4と5と、6は入るからね。だって6点何とか何とか何とかで続くから6は入る。456が答えね。いいかな。3は入らないね。ここイコールないから。でも6はこれね、ぴったり6じゃないからね。6点何々何ってあるから6は入る。456が答え。じゃあね、次の問題を見るね。ルート18、これはね、上にちょっとやったから分かるよね。答えは4だよね。この間。だから4。整数部分は4ね。4.何々続くってことね。次、ルート35。今やった中で、5がルート25。6がルート36だから、この手前だな。ということは、5点の後半部分だね。答えは5。6だとね、36で超えちゃうからね、5が答え。
で、3番200、ちょっとややこしいよね。10を2乗したらこれはもう100だから、200だからもっと上、もっとダーッと見て、さっき15が225、14、これが196だったかな、いいのかな。で、15になるとオーバーする。だから、これの答えは14じゃないかな。ということね。ということで、答えは4514が答えなの。いいかな。じゃあ、次いくね。ではね、次はね、ちょっとね、まずここ、説明ちょっときするから聞いておいてね。分数で表すことができる数を有理数という。またね、新しい言葉出てきたよね。有理数という言葉。で、分数で表すことができない数を無理数という。つまり、どういう数かといえば、有理数というのは、例えばまあ3分の2とかね。普通の整数も有理数なんだよ。例えば5。5っていうのは1分の5だから、これ有理数。いいかな。で、例えば小数ね、3.2 とか。これも分数で表せられるよね。だから有理数。整数も小数も有理数。でも、分数で表すことができない数がある。それを無理数という。無理数ってどういう数がある？無理数ね。例えば、今やったルート。まあ、ルート2とかね。こういうようなものは無理数。でも注意しなきゃいけないのは、ルート4は有理数だからね。ルート4というのは2になるから、これは有理数。ルート2とかルート3とかルート5とかね、こういうのが無理数。他にもね、例えば π。やったよね、π。3.14 とかね、小数、円周率ね。これもずっと永遠に続いて、分数で表すことができないから無理数。他にもね、こういったものも、まあ、分数にした場合ね、2分のルート2とかね、あ、これ分数で表せるじゃんって言ってね、でも上の部分がこれ分数になってない、できないから、2分のルート2という、これもね、無理数になるから。いいかな。こういったものが無理数。で、まあ、今までやってきた普通のね、数、整数とか小数とか分数とかね、こういったものは有理数になると。で、また続きね。終わりのある小数を有限小数、限りがあると書いて有限小数といい、終わりがなくどこまでも続く小数を無限小数と言います。だからね、π なんていうのはね、もっとずっと続くけどね、無限に続くみたいなね。で、あとね、3分の1みたいな数字も、これね、0.333333 ってずっと続くから無限小数なんだよ。でも2分の1は 0.5 で終わるよね。だから有限小数ね。で、小数のあるくらいからいくつかの数が同じ順序で限りなく繰り返される小数を、無限小数を循環小数と言います。よくあるよね。例えば、まあ、さっき言ったね、3分の1もそう。ずっと3が続くからこれ循環小数。他にね、例えばまあ 0.191919 みたいに続くやつとかね、そういうのを循環小数と言います。で、その循環小数を表すには、循環する部分の始めと終わりの数字の上に点をつけて表す。で、例えばここに2つ書いてある。9分の1というのは、これ1がずっと続くよ。で、1がずっと続くから、0.1 の上に点をつけて、こういうふうに表す。で、99分の1というのは、0.0101 ってなるのかな？になるのかな。まあ、こういうふうになるから、01がずっと続くから、この上に点があるということね。で、例えばだけど、どういう分子になるか分かんないんだけどね。159、159。こういうふうなものがずっと続く場合は、0.159 の1と9の上に点をつけるからね。始めと終わりに点をつけて表す。こういうルールだからね。いいかな。これがまあ循環小数ね。
で、ここにちょっとね、整理したんだけど、まず、有理数と無理数に分かれますと。で、無理数っていうのは、こういうね、ルートで表されるやつとか、π のやつ。これが無理数。ちなみに、マイナスもそうね。マイナスルート2とかね、こういうのも無理数ね。こういうのは全部無理数という。で、有理数っていうのは、例えば、まあ、3分の1とか、分数で表せるやつね。3分の1とか、マイナスもそうね。マイナス、ちょっと違うんでしょうか。マイナス、まあ、0.2 とかね。こういうようなものを有理数と言いますと。分数で表せるやつね。で、整数は、まあ、分かっている通り、まあ、5とか、3とか、あとはまあ、マイナスのやつもね、マイナス6とかね、こういうのも整数だ。で、自然数っていうのは何かって言ったら、整数のうち、正の自然数。だから、1とかね、まあ2とかね、1、2、3、4、こういったものを自然数というからね。で、自然数も整数も有理数の中に含まれているからね。いいかな。よし。じゃあね、次ね、問題いくね。はい、では次問題いこう。次の数のうち無理数はどれか、すべて選び記号で答えを、つまり分数で表せないものはどれですかということね。じゃあね、この i、u、a をどれかちょっと選んでみてくれるかな。ではね、まあ、映像一旦停止でね、始めてください。はい、できたか。じゃあ見ていくよ。まず、マイナス 0.5、これって分数で表せられるよね。マイナス2分の1だ。で、次、ルート5。これは無理数ね。だから、まず E を選ぼう。で、次、ルート36はどうだろう。これもルートだから選ぼうかなってなるんだけど、実はこれ、6っていう整数になる。だから、U は選んじゃダメ。次、2π。これも、無理数だ。はい、ね、無理数。で、次、5分の2。これは、まあ、もともとね、分数で合わされてるから、これは有理数だ。ということで、答えは、E と A ね。いいかな。じゃあね、次の問題見よう。次の分数は、循環小数で表し、循環小数は分数で表せっていうことで、1番、2番は、循環小数で書きなさいよと。で、3番、4番は分数に書きなさいよと。ちなみに分数にするやり方、まだ言ってないからわからないよね。どうするかといえば、さっきのページで、これ書いてるよね。実はこれを利用するの。これ。これね。9分の1というのは 0.1 が続きますよと。99分の1はこの 0.101 ね。01が続きますよと。これを利用して、例えば、例えばね、0.2 とかにしようか。これを分数で表しなさいだったら、これの2倍だから9分の2になるんだよね。っていうような感じで、これを利用して分数で表すからね。じゃあね、さっきのページ。この1番から4番まで、これやっていこうか。では映像を一旦停止して始めてください。はい、いいかな。じゃあ、1番からしよう。まずね、循環小数で表すのはこれはもう割り算すればいい。だから、まあ覚えてる人はね、やらなくていいんだけど、2割3をずっとしたらいい。0. ここ0ついて、サブ6、18、6。で、また2になるから、またサブ6、18、6。みたいな感じで、ずーっとこれね、6になるわ。だから、0.666666 ってずーっと続くから、どういうふうに書くかといえば、0.6 の上に点をつけるからね。これが答え。でね、次ね、7分の2はどうやって表すかといったら、2割る7をするんだよね。これ結構続くかな。
0.720 か2で余りが6だよね。で7波56、8で余りが4、7波35、5で余りが5、7波49で余りが1、7波が7、まだ続くな。で余りが3、7波28、ちょっと書けないでね。28を引くと余りが2になると。2になるということはここのね2にもう一回戻るから結局ね 0.285714285714 ってずっと続くんだよね。123456の数字がずっと続く。で答えどうやって書くかといえば 0.28571 の初めと最後に点を打つ、こういう形で表すからね。ちょっとね長いけど、じゃあ3番 0.3333 は分数で表すといくつになるか。さっき言った通りこの場合は9分の1だよね。じゃあ3倍するんだから9分の3なんだよと。ただこれ約分できるよね。答えは3分の1ね。これが答え。じゃあ最後4番 0.126126 ね。これはどういうふうに表すかといえば、0.01 これが99分の1なんだよね。ということは 0.126 というのは0.01 が99分の1、0.126 は何個になるかな、もう一個いくね、999分の126だな。999分の1は 0.001 の循環小数だからね。990分の126で、これを約分すると9で割れるかな。91が串36だね。111分の14これが答えになる。ちょっとね最後ややこしいけどね、そのね99分の1とか999分の1を利用するからね。それで111分の14が答えになる。いいかな。ということでね、今回平方根新しいところにね盛りだくさんだったんだけど、まあみんなね理解していくようにしよう。では今日の授業はこれで終わります。